西中さんお疲れありがとうございます。カメコの画像はあんな感じでよろしいですか。ええよ。昨日はチケットしよう。いや昨日は朝めっちゃ早くやりました。お疲れ送るつもりがファイト送ってしまったありがとうございます。何にせよ、うん、ハーバーチューかっこよかった、ありがとうございます。めちゃめちゃなんかもうハーバーチューマジでほんとトラウマユンケルってなんだっけ、コンビニとか浮いてるやつだよね。ハーバーチューやばかった、マジクラクションがライブの定番になって嬉しいなと思ったね。確かにヨシさん100回目の方もありがとうございます。でもねクラクションの衣装めっちゃ熱いのあれ靴もバリ重いからあの衣装で何曲踊るってなると無理かも。スタイルの最強でした、ありがとうございます。いやなんかさ心配なのがさ、コンサート見てなんかちょっと好きになったかもみたいな人はいた、何人かいたんですけど、私の配信を見て幻滅されないか心配中地さんお疲れありがとうございます。ライブの日も少し待ってね。オッケー、1週間くらいキャラ作ろう。いやキャラ作ろうかなマジで。スマホの機種変したらショールーム引き継ぎに失敗しました。あ本当？どんまいだね、それは何とも言えないな。そう見て、今日さ帰りにさ買ったの、私が羊毛フェルト始めようと思って、じゃん。でも難易度普通に一番高いの買ってきてしまったんだけど、さすがにちょっとバカ。結構クイナちゃん写ってた。あ本当？私写真とか絶対写ってないと思ってたのに。カッシーさん500回目のありがとうございますね。見てほらクリスピークリームドーナツ買ってきたんだよみんな。じゃじゃーん、まだ1個も食べてない、今から食べようと思って。いいでしょう、うわー見て見てほら、うわー見てほら真ん中の2つが今の期間限定のやつ、なんかイースターみたいなやつで、ひよこの方にカスタードが入ってて、このなんか卵の方はチョコが入ってんだって。美味しそうじゃない、私の一押しのこのこれを食べよう。これやばい、ベッドベト、さすが。これね、ブリュレみたいなやつね。いただきます。うん、うまい、うまっ。中にねカスタード入ってんの、うまっ、やばい。温めた方がおいしい、2個あるから温めるわ、もう1個じゃん。うまっ。うまい、うん、メルコさんかわいい、ありがとうございます。やばいね、みたけはんからありがとうございます。オリジナルを温めればいいよね。 OK
10秒ぐらい。そしたら、オッケーオッケー。ポッキーさん、かわいい、ありがとうございます。うまっ。そういえばね、コンサートの差し入れにアイムドーナツがあって、私もアイムドーナツデビューしました。先週羽田行ったのに買い忘れた。わさび好き買いました。どんな楽さ。何味食べたの。何味なんだろう、あれ。中に何も入ってないやつ。中にクリームとか入ってないやつだったんだけど、めっちゃ美味しかった。うん、美味しい。これやばい。うますぎる。コンサート夏前たくさんの人に抜かれてた。マジ？絶対私1ミリも抜かれてないじゃんって思いながら落ちちゃったんだけど。うまい。僕の分はあるわけねえだろあるわけねえだろ。買ってこい自分で。これご褒美だぞコンサートの。グッチさん、かわいい、ありがとうございます。好きなもの最初に食べる。いや、最後よ。これ2個あるから先に食べてる。うまい、うまい。なんだこれ、うめえな。うまっ。何これ、うまっ。推しは他にもいるけど、あまりにもスタイルが良くて見入ってしまう。推し誰だ。ガオちゃん、ハートチェックありがとうございます。コンサートの夜公演の時、夜かな、じゃあ昼だ。昼の時に私の一番最初に私を単推しだって言った人がいて、まあ今私のこと推してないんですけど、そう、あ、懐かしいみたいな懐かしいと思いました。あれ、この人誕生日じゃなかったっけみたいな。今日誕生日じゃなかったみたいな。懐かしい。でも私のこともう推してねえんだよなとか見ながらでも推しメン、その人の推しメンと私が一緒に出てる曲でも私のこと見てたんで、多分私のことやっぱ顔が好きなんだと思う。いや違うね、グループ内に他の推しメンがいるの。もうなんか私の顔が好きって、私の顔がタイプだったらしくて、その入った時のね、押した理由がらしくて、そう、それで多分やっぱ顔は好きなのかなみたいないやだって推し面出てるのに私と目が合うってことは、多分私のことやっぱ顔が好みなんだと思うで言う。だってそう言われたんだもん、顔がタイプだよって。教えにしといて目が合うってすごいね。まりなちゃん優しいから、りなちゃん優しいからさ。そう、てかさ、あのうちは持ってきてくれてる人いっぱいいて嬉しかったわ。あのこれしてみたいなやつ。何レース目くらいだと分かるの。いや意外と分かるもんだよ。あ、でも顔がっつり見えるかって言われたらあれだけど、でも結構見えたよ今回の会場。何人か私そのできる時はほらやったもん、 MC のちょっとあれの時とかとか、一応手バイバイみたいなやったんだけど、私のファンの人にバイバイみたいな。でもそのこれ、このうちは持ってる私のファンにはなんか見えた限りこれ何個かやったんだけど、あのバイバイ、そのこのうちわじゃない人にあバイバイみたいなのやったんだけど、そのバイバイやったのに対して気づいてくれてるかどうかは分かんない。分かんない。
MC 中撮れんかったし、まあね、MC 中はね、めっちゃ後ろに水白白のサイリウム、まあ分かるっちゃ分かるよ、あ、水色と白だみたいな、私のファンかみたいな。MC 中後ろからめっちゃカシャカシャとシャッター音ダメならしいね、ダメだったらしいね、 MC 中はダメだったんだ。葵丹さんの質問入ってみようかな。お、いいじゃん、福岡なんて。ハーバーチは難しいもんなんですか。え、めちゃくちゃ難しいよ、何言うとねん。私ああいう系のダンスが苦手なんですよ、ちょっとヒップホップ系、なんかこうゆるーく抜かした感じのダンスが苦手なんですよ私。そう、それがちょっと苦手でマジで難しかった。今回女の子めっちゃ多かった、多かったね、特に夜公演最前列に結構女の子とかいたから、あ、やっぱ多いなみたいな。さゆきまるさん100回目のおめでとうございます。一般席でスマホ撮影してたのか、うわそれは良くないわ。宮城のタカさん300回目のありがとうございます。いやでも難しかったな。そうで今回ね結構立ち位置がちょこちょこいいとこがありまして、あの選抜メンバーが2階席に行くとき、2階席とかのあのその席のとこに立ちに行くとき、あの時に 何回か選抜のとこ入らせてもらって、最高階はなんならハルピさんとかだったから、あのフロントだったしサビ、私はなんだっけ、Do Love Me もどっちもアキさんがもともと入ってたとこだったんですけど、 Do Love Me もあのアキさんポジだったから、2番の A メロとか真ん中で胃袋を後ろに従えて元が圧が圧して横を歌わせてもらったりとか、あとまあクラクションはもちろんポジションがあの2位のとこだったからめちゃくちゃいいとこだったし、あとなんだっけ、あのなんだったっけあの曲、あ出てこない、クラクションと、あーそうそう UFO、 UFO は前3列目だったんですけど、あの2列目のリヌさんとこに入りました今回。だからあの1列前進1列前進。 UFO は10人バージョンだったね、ポジ変わってた。 UFO 何人足りなかったんだっけ、でもともと多分プラスでみやびがいたんですよね。そう、そうそうそう、 UFO もちょっとだけ前の方に進みましたてな感じ、なんかちょこちょこありがたいことにいいとこに立たせてもらうことが多くて。小三目さん100回目のほうもありがとうございます。クラクション12だった、嘘、あれ若菜はいないかったじゃん、15人じゃなくて14だった。メルコさんいいね、ありがとうございます。冗談言ってもなかったよね、そんな結構内側の方に今回入らせていただくことがあって、あ、そっか、舞さんか、舞さんがもともとあれか、入ってなかったから、入れてなかったから、チーム K4 夏の前ね、夏の前めっちゃ好きなんだけど、自分のチームとして夏の前を歌えるのめっちゃ嬉しい。るーちゃんと上の方、なんだそれ、ハプニング的なことあった、ハプニング的なことなんだろうな、覚えてない、なんかあったかな。でもあの UFO からのクラクションまでの早着替えがやばかった。アンダーザスポットライトのメイキング熊本になっちゃう映ってた、本当
ったね。サンダーになってるから最初なんかと思った。夏の前曲だよね。ちなみにですね、2日目のコンサートが終わったもう夜、本当もう深夜ぐらいなんですけど、めでたく高校を卒業しましたね。後藤ひなちゃんもくるみも、あといおりと一緒に4人でラーメン屋さんに行きました。夜めちゃくちゃ夜。ひじりが始まる、そうひじりもこの時間できるようになったんですよ。嬉しい。そう4人でなんか近くに、泊まってるところの近くになんかないかなみたいな、お腹空いたくないみたいな話してで、ないかなないかなって探して、めっちゃ近くにあったから行こうよっつって行きました。ご飯ね、楽しかった。にラーメンなの、私というよりは醤油豚骨食べました。めっちゃ美味しかったよラーメン。ほんとコンサート楽しいね。コンサートでやりたいですけどね。上にいるときのちゃんとのツーショット狙って撮ったけど、二人いい表情してるの難しい二人ともめっちゃブスな顔してた、どうしようめっちゃ美味しかったよ。横浜のどこかに、なんだその名前わかんない、栗山ってラーメン屋さんがあるって。いやそれ行きたいな、あれのも行きたかった。確かにマルさんも映れるんだ。中華街行ってきた、わいいな。栗山さんちどうしたリトチームには入りません。ちょっと私無理です。今回のハーバチで思い知りました。絶対に無理です。私がでもね、なんかホテル泊まったら、その東京とかもそうだし、なんかいろんなとこ、私が夜ホテル泊まったらラーメンを食べに行くっていうのが別にね、なんかこれ日課になってるわけで、習慣になってるわけでもないんですよ。別にルーティンでもないんですけど、昨日の夜のパパから LINE でなんか今日帰ってくるんって言われて、いや今日は時間ないから帰れんよみたいな。そしたら今日もラーメン食べ行くんって言われて、いや別にその時決まってなかったから、やっぱ食べに行かんと思うけどみたいな。だから久しぶりに聞かれたなって思います。いや行かんよみたいな、そんな毎回ラーメン食べてるわけじゃないんよりな。いい表情に写真よく見かけた、本当にありがとうございます。楽うちから近い、そうなの。行ってきてよ、じゃあ栗山ってラーメン屋さん先にちょっと行ってきて。そうでも楽しかった。オールタイムさん100回目のおめでとうございます。楽しかったよ本当に。でもめっちゃお腹いっぱいすぎて、本当にお腹いっぱいだったんです。昨日ね、あのストーリーのしたさ、ラビットさんからさ、あの差し入れで、そう大きいパンのやつ、大きいパンで中開けたらサンドイッチが入ってるみたいなやつもいただいたんですよね。背中のサンドイッチ食べていいよって言われたから、え美味しいとかも食べちゃったの、サーモンのサンドイッチとか。その結果ちょっとだけお腹膨れてでもラーメン食べきたくてラーメン食べたけど、そう、そしたらめちゃくちゃお腹いっぱいだって、本当にマジ出る寸前みたいな、今腹パンされたらおしまいだっていうぐらいめっちゃお腹いっぱいになって、しかも疲れ切ってたから、とりあえずコンタクト外して、コンタクト外してたか、そうメイク落として、歯磨きだけして、髪の毛ほどいて寝ました。眠くて腹パンされない。いや結構なんかそのお店がカウンターだけのお店だったんですよ。だから狭かったから、結構こう例えばその食べてる人の後ろを通ってお会計まで行くときにさ、ちょっとその人が後ろに手ゴンってやったらさ、腹パンみたいになるじゃないですか。そうだからもうとりあえず部屋に帰って、もうすぐ寝ました。メイクとか落として歯磨きもして、で次の日、今日か、今日朝お風呂入りました。行ったとこ同じ施設かも。いやそんなことないやろどこ食べ行ったねん、そんなことある。今動きづらくなるから食べるの控えたりする。え全然全然控えない、私いけるやろみたいな感じ。あでもその当日、前日から控えるとかはない。なんていうの、その、まあ、コンサート出る直前に
肉をガッツくかって言われたらステーキは食べないけど、でも普通にケータリングとかあのお弁当ぐらいは食べます。いらっしゃみない、あー全然違うわ、全然違った。どんな系統ラーメンが好きなの？味噌ラーメン好き。今回も一人部屋、あそう一人部屋です。卒業生の先輩だった。いやそう話したかったんですけど話せなかったんです、時間がなくて。はるっぴさんとお写真撮りたかったのに、マジめっちゃ可愛いんだけど、ありえん可愛くてびっくりした。いやもともと可愛いのしてたんですけど、マジで可愛すぎて、はるっぴさんのはぁみたいな、こんな可愛いみたいな。やべえ床にドーナツの砂糖落ちてた、最悪。そうサシさんとも写真撮りたかったんですけど撮れなかったですね、時間がなくて。なこちゃんと連絡先交換した。なこさんの連絡先は持ってます、 LINE ですけど。あーちゃんわかんないと、あーあったあった写真撮ったよ、とりあえず写真撮っとこかっつって。8日連番で入るんですよ。あら彼氏とね彼氏とね、動いたらちょっと、そう思って私も撮りたいなと思ったんですよ。でもそうあの楽屋がやっぱ多分全然違ったので撮れなかった。パンチ長いじゃないですか。あ普通に可愛いよ、もちろんもちろんそれは可愛いですよ。バクラに関しては割と最近ご飯行ったんですよね、だからなんか別に久しぶり、久しぶりじゃんみたいな感じじゃなくて、あほーぐらいのテンション、まあ写真ぐらい撮っとこうかみたいな。2018年の橋ちょっと成仏できた。いやあれはいいよね、泣いちゃうよそんなの。シャルさんとすぐ連絡先交換できてないですから、いや連絡先を交換しても別にそんないっぱい連絡するわけじゃないですからね、あの元々持ってますけど、昔あのお下がりのお化粧品をメンバーみんないただいた時にお礼をしたくて LINE をして教えてもらったので。ゆくまるさん100回目のほうもありがとうございます。まだ1週間、1週間って考えたらあれだよね、まだ1週間なんだってなるよね。クリスピーなやめろ、クリスピーなんよ。飛行機の隣の席、そう飛行機の隣の席が行きも帰りもゆいなだったんですよ。てんとこちゃんくもありがとうございます。そうどっちもゆいなでしたかわいい、マジ。ここでみんなにゆいなの豆知識を教えてあげようじゃないですか。ゆいなはですね、飛行機で絶対にスープを頼みますリンゴジュースとかみかんジュースじゃないの、なんかスープを頼みます。ひろくにさんかわいい、ありがとうございます。ターボーさん100回目の方もありがとうございます。お餅はもらってなかったと思う、多分。あのコンソメスープ美味しいですよね。そうゆいなは毎回スープを飲んでましたね。タモちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ハイスキー、ハイキーさん100回目の方もありがとうございます。そうでもあれでした、タカさんドットクマありがとうございます。なんだっけ、そう私帰りにおにぎりメールに載せたんですけど、帰りにおにぎり買って帰ってたじゃないですか。で普通にあの飛行機の中食べようと思って買って、でちょうど私は寝てたんですけど、ちょうどその飲み物が来たタイミングで起きたんですよね。だからめっちゃ明暗じゃんと思ったの。私スープ頼んでスープとおにぎりを一緒に食べました。めっちゃ美味しかった、めっちゃ良かったよ。ぜひ皆さんおにぎりを買ったらスープを頼んでください。めちゃめちゃめちゃあったんだから美味しかったすごい合ってた味
出た、おはよう、おはようございます。あ、チャラかったね。おはようございます。アイスープ家で作った濃さが意外に難しい。あ、そうなんや。いつも寝ててスルーされます。でもみんな息はもらわなかったな。若干なんか半目で起きてたけど、いや、いいかなと思って頼まなかった。でも横で言ってなんかスープくださいって言ってた。かわいいかわいい、ゆいなスープ飲むんだみたいな。睡眠時間短くて当日、いや、睡眠時間短すぎて私お昼公演の最後の方ちょっと半分死にかけてたんですけどおにぎりどこの店わかんない、覚えてない。なんかうどんとそばちょっとだけ売ってた。北さん200回目の方もありがとうございます。機内でもらう水がペットボトルじゃん。あ、そうなの、ペットボトルだったんだ。逆に弁当出てくるシートだと無距離もったいない。そんなんのさったことないもん。今回りなちゃんの名前だしめっちゃ可愛いって争奪戦になっちゃう。なんてなんてなんてない、それは嘘、それは嘘、なるわけなかろう。みんなの名前だしになるぞ、そんななるわけなかろう。ゆいなちゃんとどんなお話するの、どんなお話、お話ってお話はしてないよ。だってお互いだってゆいな、ドラえもん見てたから、行きは行きはドラえもん見てたし、あのその機内のさ、あのでかいスクリーンみたいなので、私あの帰りはあのあざとくて何が悪いの見てましたかわいい、そんなの見るんだみたいな。一番かわいいなと思ったのはね、最後こっち帰ってきて着陸した後ってさ、なんかこの大きいスクリーンでさ、なんか流れるじゃないですか、映像がちょっとしたやつ。もうそのもう完全に着陸終わってて、でも前の人からじゃあちょっともうちょっとしたらじゃあ前の人から降りますよみたいな、もうシートベルト外していいですよぐらいの状態の時に、この映像流れてる時にゆいながあのこう画面パチパチしてました。こうやってこうやって、あのなんていうの、そのホーム画面に戻したかったのか何かしたかったのか、こうやって画面パチパチしてた可愛かった。多分それ戻らないよって思いながら見てた。あ、でもね、一回だけ喋ったよ、今日帰りに。なんだっけ。そう、着陸が結構激しかったんです、今回。地面に着くときがマジで激しくて、ガーンってなったんですよ。それで、私も結構怖いじゃないですか。私も着陸めっちゃ怖い人なんです。そもそも飛行機苦手なんで。そう。だし、ゆいのも結構びっくりしたっぽくて、二人でびっくりしたで、え？みたいな。今めっちゃ揺れたねみたいな話しましたそれを話した。風強かった、風マジ強かった、本当に。もう意味が分かんない。もう私キャリー持ってたんですけど、とりあえず福岡着いて、あの天神まで一旦行って歩くんですけど、なんかマジでキャリー持ってんのにめっちゃ向かい風なの。だからしかも結構強くて歩けなくて、もうキャリーがさ、そもそもこうなん縦向き、あのこうゴロゴロするだけじゃなくて、普通に立ててさ、こうコロコロコロってするときってさ、風の抵抗すごくて、本当に風の抵抗が強すぎて本当に進めないの。私の体にまず風を受けたからそっちも抵抗してるし、このキャリーも面積あるからそれも相まって全然前に進めなくて、しかも前髪ブサーってなってんじゃん、メガネこの状態で帰ってきたから、私コンタクトじゃなくて、だからさ、このメガネの状態で目がブハーってなって、これにこうやってキャリー持ってって、何これみたいな、歩けないんだけどって思って、でなんかチャリチャリ乗ったお兄さん二人にめっちゃ見られるし、あいつ歩けてねえぞみたいなめっちゃ恥ずかしかったんだけど、いや雨降ってたらもう目的地まで、あのタクシー使うよタクシー、いやバス乗りたかったんですけど、ちょっと行くとこがあって、バスいい時間なくて諦めました。えマジ強風、本当にめっちゃ強かった、髪全部飛んでくかと思ったもん。
今日鹿島に散歩行ったら暴風で体持ってない。なんで今日散歩行ったの。しかも風強い日に。いや本当にすごかった。午後便だったけど、あ、寝てたからね。途中はねどうだったか忘れたけど、でもまず着陸は激しかった。結構ガガガガってなったからびっくりしちゃったもん。ベムスターさん200回目の方もありがとうございます。でも私最近ね飛行機とかで酔うんですよ。でアイアライブの時にめっちゃ酔って本当に気持ち悪くなりすぎて、マジ飛行機で本当お手洗いに駆け込んだぐらい本当に気持ち悪くなっちゃったんですけど、それを知ってたからか分かんないけど、あのマネージャーさんが、あの男性のマネージャーさんが、あの酔い止め持ってきてくれてて、行きになんか飲まなくていいみたいな、いる持ってきたんだけどみたいな言われて、ありがとうございますって言って飲ませてもらったよ。そう、私前回酔ったことなんて忘れてたし、そう持ってきてなくて、でもらって、で帰りも、すいません帰りももらっていいですかみたいな。帰りその空港までのまずバスで酔ったんですよ。そう、だから飛行機もやばいかもなと思って、あのもらったんですけど、わあこういうことはできる男はモテるぞって思いましたね。皆さんぜひあの思われてて、それなんかこうちょっとした好きな女の子とかの変化を気づいてあげてたらいいかもしれないですよ。まあ、またマネージャーさんは私のこと別に好きじゃないと思うけど好きじゃないと思うけど、結構キュンとするかもよ。ぜひあのモテたい男、こうやってこうなんかこういう状況の時に、前回そういえばこの子こうだったなみたいなのあったら、ちょっと覚えとったらモテるかもしれないよ。乗る前に水飲むと違うよ。水じゃないとダメかな。私結構飛行機乗るときはね、飲み物買っちゃう人なんですよね。だから飲んでるんですけど。カタカナのタカさん、100回目の方ありがとうございます。今日失恋しちゃいました。惜しいな。このこれもうちょっと早く教えてあげればよかったね。子供の時から私めっちゃ弱い。車で10分乗ってたら酔うぐらい弱かった。で一旦治ったんだけど、それがまた最近良くないよね。なんでだろう。寝不足、いやでも別にその行きの飛行機の時は寝てたから、ちゃんと行きの飛行機のその前の日、配信ちょっと早めに終わったじゃないですか。早めの時間始めたから。飛行機の窓側が苦手。マジ私今回全部通路側でした。嬉しい。通路側が一番好き。窓側より通路の方が正直好きかもしれないって気づいた。空腹でも空腹ではいけないようにしてるんですけどね。いろいろ食べたりしてるし。後方が揺れると聞いたけど本当なのかな。でも着陸とか後方の方が揺れそうだよね。シクロスサムさん、100回目の方もありがとうございます。帰りはね後方だったんですよ。めちゃくちゃ100回目の方もありがとうございます。言う原因が分からん。三半規管が弱いとかじゃなかったっけ。渦巻き管がどうだろうみたいな。新幹線は禁煙ルーム行きたいから通路。おお、禁煙。あ、そうか、新幹線はあるんか、吸えるとこが。夜ご飯何食べよう。ドーナツしか食べてないんだけど。夜そばね、結局食べちゃったんだよお昼。あ、まあでも食べたからいらないか。これ美味しいよ。ヘブンに言ってた、コウムのグミ、これ美味しい。また買いました。昨日の配信で言ったっけ。これー
ララポートよ、これララポートに1回か2回しか。これも美味しい、これ味がめっちゃいい。今食べたいのはサーモンのお寿司。テンポイントさん300回目のありがとうございます。ラジオ明日から月曜なので、あ、そう、明日宣伝しようと思ってた。ぜひ皆様聞いてください。飛行機に旅行できないの。うん、まあでもクリスピークリームドーナツ買えたからいいかな。サーモンサンドイッチ食べた、めっちゃ美味しかったよ。ラックラックさん200回目のもありがとうございます。もう風呂入った？入ってないよ。だって寝てたもん。寝てたもん。ご飯何食べようかなと迷う。昼夜逆転しない、しない、そこまではしないかも。全然、だって夜も寝たいもん、疲れてたから。飛行機とかで、あ、なんかここできてたからポリってやっちゃった、かゆい。コンサートなんか写真いっぱい載せてくれると嬉しいな。かなこさんたち撮ってくれてるかな。まあ夜公演もちろんなこさん撮ってほしいので全然いいですけど、載せなくて、載せなくてとか、私の写真が少なかろうが。でも昼はまあまあやっぱちょっといいとこにいたのもあるので、撮っててくれたら嬉しいなという気持ちですね。テンポイントさん、バラありがとうございます。昨日3年おととい、あ、おとといか、え、3年ぶりくらい NHK のライブって一番惹かれました。あら、ありがとうございます。ちょっとでも配信で惹かれないか心配だわ。今日仕事で家にあるので明日少し乗せると思う。よろしく。ユンユンさん、クマありがとうございます。でも私のファンの亀子さん見つけたんですよね。2階にいた時に見つけて、あ、いるじゃんとか思って、まあ、ちょこちょこそっち見てたんですよ。で1階に降りたんです。そしたら1階に降りて2階にいた時よりも距離が近くなったはずなのに1ミリも私のこと撮ってなくて、おお、もう6期生撮ってんじゃねえかみたいな、全然こっち見てねえじゃねえかお前って思いながら踊ってました。おざけんなおざけんなってめちゃくちゃ見てないやねえかっつって、今の方が絶対撮りやすいってみたいな。誰それ、
や誰でしょうね、誰でしょうね、あなただぞお前だぞふだん帽子かぶりますか？あんまりかぶんないかも、髪ペタンってなっちゃう、見られてる、そらそうよ、そらそうよ。でもなんか昨日のコンサート終わりもね、私のファンの人となんかイオリんとことクルミんとこの界隈でご飯行ってたらしいですね。楽しかったより何よりです。俺ああいう時って大体推しが必ず真逆にいる。あ、辛いなそれ、それ辛いな。ぜひ私専属のカメラ小僧を今後も探していきます。なちゃんのカメコしたい。お、いいね、いい心意気だね。ね、でもすごい楽しかったというか、達成感に満ち溢れてました。終わった後、終わったぜみたいな。でも私のファンの人がさ、私以外のメンバーのこの可愛い写真を撮ってると私は嫉妬します。え、なんか、なんか私じゃないこの写真載せてる、なんか私じゃないこの写真撮ったらって、え、ムカつく。カメラないからセーフ。確かに、まあカメラない人は何とも言えんな。私さ、みくりんさんがさ泣きながら歌ってんのが本当にさ、なんか感動しちゃってさ、裏で私も泣きそうになった。めっちゃ泣、なんなら半分泣いてたよ。金曜までゆっくりできそう。いや、生写真撮影があるんです実は、近々そうなので完全に全部オフかって言われたら別にオフじゃないんですよね。まあでも別に、ね、みくりんさんがあんなに泣いてるの私見たことない。マジックさん500回目のおめでとうございます。親友って素敵ね。ね、14日申し込みました。14日とは何ぞや。あ、むかさん生誕14日か。そうだ、14日だ、本当だ。最近コンサートの頭だったから、もうどこに公演が入って、なんかあんまり覚えてなかった。
あれでしょ、私200回の日でしょ、公演200回だっけ、いおりとかぶりの200回、いおりも確かそこで200回だったよね。なっちゃん自分のスケジュールどこまで把握できてるの。どこまでって言われたらどうだろう、スケジュール帳に書いてあるなって感じ。しぶりちゃんの生誕もある、あそうね、確かに近々ありますね。なちゃんのことすごく好き、あらありがとうございます。ピナちゃん怒られない、大丈夫そう。ゴールデンウィーク中超えるのかな、わかりません、ガチでわかりません、そんで分かってても言えません。公演情報に関しては公式が発表されてるの以外ちょっと言えないので、なんとも言えないですね。7、8、9、12、14日出演、いいペースですね。7、8、9、12、14、200回か、ね、やっぱコロナ大きかったよね。もっと本当は多分行ってたはずなもん、コロナなかったら。ゴールデンウィークにこうやったらチームメイトになっていけないよね。いや、いけないと思う、多分。いや、なんなら多分いけないと思ってる。正直諦めてる、半分。いや、マジで行きたいよ。本当に行きたいよ。差し入れめっちゃ入れたいもん。通りもめちゃくちゃ買っていきたいもん。これ私からの土産ですって通りもめちゃくちゃあげたいよ。こういうのなかったらもうちょっと公園行ってたのにな。なんかだって5年目に入ってまだ200回って考えるとなんか少ないなって思っちゃうもん。めちゃくちゃ少なくない、だって。今年中に300は多分ね、目撃者出ないと無理だと思う。トイマミは原材料なくて売ってるの少ないの。嘘、空港めっちゃあったけどね、昨日。福岡空港。6日は8の特別コン、いやそれも行きたいんですけど、多分どっちも行けないと思うんだよ。もう諦めてるよ。通販は停止中。そうなんだ、原材料が少ない。卵ってこと、周りの皮の卵とかかな。トリンフル、昔もトリンフルあったよね。なんか落ち着くといいですけどね。2チームだから、そうアンダーも減るんだよ。パチャドラで返す、そうなんです、パチャドラほとんど出演してるので、まあ、パチャドラで稼ぐしかないよね。卵高いのにルンキン卵ご飯食べてる親許せない。いや卵かけご飯が食べさせたれ。じゃあ違うよ、卵かけご飯という高級品よ、楽しんでるんだよ。今マジ鳥いないらしいよ。ギャル、鳥いないらしいよ、ギャルみたいなの。鳥インフルもさ、やっぱあれなのかな、インフル治すのとかなんかあるのかな、抗生物質とか。人間はだってさ、なんかね、こうインフルになったらさ、冷えピタ張って寝て、ね、お薬飲んでご飯食べてみたいな感じで治していくじゃないですか。鳥インフルって治るのかな、やっぱ治んないのか。塩で食え、塩で。つい、あ、星ってことはなんとなく分かったわ、もう、うん、星がいっぱい来てるってことはちょっと結末が分かっちゃった。やめとこう、聞いた私がバカだった。星で埋め尽くされても多分言っちゃいけないワードなんでしょう、もう。そっか、やっぱ鳥は大変なんだな。そうだよね、でもそういえばなんかそういうニュース見たわ、うん、何をバカなことを聞いたんだろう。普通にそういえばそんなことあったね。
愛されちゃうんじゃないかな。言い方を優しくしたつもりだろうけど全然優しくないよ。じゃあでもだったらその場所は、うわーマジか。予防接種とかでも打たれないもんね。そんなやっぱ家で鶏飼った方がいいのかな。なんか坂本里乃が鳥好きだからうちで鶏飼ったら嬉しいって言ってた。そしたら遊びに来るって。鳥と遊びに来るって言ってた。売りづらい。いやまあ確かに鳥マジ大変。いや私が言ったの、卵高いから鶏買おうかなって。そしたらリノ鳥好きだから嬉しいって言ってた。あの子もわけわかんない。あの子何あの子。鳥インフル人でも 60% の致死率は高え。それは高えな。あ、そう、卵一人様1点しか購入できないよね。わかるわかる。それはスーパーとか行ったらそうなってるよね。うわ、めっちゃお腹空いてる。ドーナツ食べたのに。何食べよう。蒙古タンメンしかないな。レンチンのあれがあったはず。グラタンがあった。最近寝て起きるとちょっとポカポカしてるんですよね、体が。ちょっとホワホワする。スーパー本当に卵ない。ない、全然ない。一パック本当マジ300何円とか、6個入りの300何円とかのしか残ってないもん。野球愛はなくなったの。野球愛はなくなったというか、そんな場合じゃなかった。普通にコンサート忙しかったし。あとそのなんか WBC は日本のチームだからあれだったけど、そのどこのチームが好きとか今全然ないから、どこ応援してもいいか分かんないし、そうだから分かんないって感じ。福岡だし、なんかじゃあそういう理由で応援するのはちょっとどうなんでしょうか。ミーハーにはなりたくないので。長く配信、そんな配信長くする、まあ、昨日とかが短かったからね。とりあえずだからまあ野球は決まり次第というか、まあ、ちょこちょこ見ていけたらいいなとは思ってますよ。
スミダンスやってほしい。やだ始球式とかやってみたい。始球式はまだミーハーすぎてちょっとできないので。でもあのさ、ピッチャーが投げるとこからさ、そのどのくらいの距離があるのかは投げてみたい。18m40。 じゃあ 18m40 分かんないのよ私距離感覚めっちゃないんですよ。だからちょっと言われただけじゃ分かんないな。でも 25m プールよりはまあ短いからね。そう、でも長あれを投げてみたいんです。とりあえず一回投げるぐらいでいい。その始球式まではちょっとまだいいかも。とりあえずそう一回こんな遠いんだっていうのを投げてみたい。でも大体始球式そうだよね、トントントンってなってるもんね、ボール届かなくて。私あれ届かせたいんです、頑張って。野球配信しよう、いつかね。ゲームがない日にグランドに入れられるドームツアーやってます。ドームツアー、バドミントンのコートの端から端にクリアを打つよりちょっと長いくらい。ああ、はいはい、わかりやす、それわかりやす、それよりちょっと長いくらいか。確かに遠いね。口カサカサなんですけど、最近口カサカサ。でもベロの口内治って嬉しい。あ、でも私スポーツテストのハンドボール投げ18メートルぐらい行ったかも。でもハンドボールのあのわけわかんない大きさで18メートル飛ぶならさ、もうちょっといけそう、あれじゃない、あの野球ボールならいけそうじゃないですか。大きさも握りやすいし。ハンドボールなんかよくわかんない大きさやめてほしい。超投げづらいんですけど、ソフトボールじゃなくてハンドボールっていう。あ、違う、ソフトボールかな。ソフトボールで18だったかな。じゃあソフトボール投げかもしんない。あ、ソフトボールはもうちょっといったか。私のでもクラスの女の子にソフトボール投げじゃなくてハンドボールで25メートルいってた。どっちだろう。え、中学生の時はソフトボールだった、高校がハンドボールだった。え、どっちだったっけ。ソフトボールかな。私の学校違ったんだよね、その辺。ソフトボールだったら簡単かな。ハンドボールは無理だった、ソフトボールは飛んだ。小学校がハンドボールだったのかな。何が何か覚えてない、もう全然わかんないわ。ハン
ドボールってでもソフトボールより全然大きいんですけど、もうわけわかんない大きさなの。掴めないわけでもないけど、でも掴めないみたいなぐらいの大きさなの。だからこう投げるときに力が入れられないんですよ。そう、めっちゃ全然なんかなんだこの大きさみたいな大きさなんです。あ、中途半端っていう。そう、なんかマジ絶妙本当にこんなに掴みづらい大きさあるっていう。なんか手が大きい人だったらもしかしたらめっちゃいい感じに握れるかもしれないけど、私そんなめっちゃ手が大きいタイプでもなかったので握れなくて、わあ絶妙みたいな。ドッジボールの半分ぐらい。ああかも。ボーリングはね得意じゃないね。全然得意じゃないすぐガタ。味噌ラーメン食べたくなってきた。頭の中に味噌ラーメン一緒に出てきたのダメだ。ゴルフボール投げ、いや分からん、測定不能よ。どこに落ちたか全然分からん。球技は何が得意、なんだろう。前はドッジボールが好きだった。あんまり球技得意じゃないかも。塩ラーメン食べてきた。あ、いいね。この前あれ食べた、札幌一番のさ塩ラーメンのあのインスタント食べた。ごま油入れて美味しかった。もうちょっと入れればよかった。バドミントンも球技なの。あれ球技なの、あれ球技だとは思わなかったな。醤油ラーメンって、醤油ラーメンこそ食べないな、あんまり。よりもラーメンの話しとる。より、なんでだろう、ラーメン食べ行ったっていう話をしたのかな。よりんとこもどこに玉の良さない。そうなのよ、チキンラーメンはまあ好きっちゃ好きだけど、たまーにしか食べない。あんまり食べないかも。むかっちゃんもうちょっと時刻してくれたら嬉しいな。シャトルって球なんらしいね、球技だからじゃないかな。そういうことなんじゃないかな。でも目の前で雨だけど我慢してる。偉すぎ、マジ。それお湯少なめで作ればいい。確かに、今天才、めっちゃ天才やん。褒めたたえよう、褒めて差し上げよう。それは天才だわ。確かに水少なめで作ればよかった。私がアホなだけだった。めっちゃ普通のことだったね。うまかっちゃんの会社の人には深くお詫び申し上げたいわ。また足の皮がむけてしもうた。袋ラーメン一時期茹でた湯を使わず丼にスープの素入れてお湯入れてました。うちの弟は昔インスタントラーメン作るときに茹でずにお湯入れてましたよお湯に3分つけて食べてできると思ってましたよ。
クスターいただいた。いただいた。ラッキーじゃん。お湯3分じゃダメだった。え、あれって茹でるからこそじゃないの？アクスタおじさんが目の前で渡した。アクスタおじさん誰だ。ハリーベルさん200回目の方もありがとうございます。酔っ払ってキーホルダー買ってた。いいことやんか。ヨシマンさん200回目のおめでとうございます。アキラさん、ショウさん600回目のおめでとうございます。子供の頃 UFO の家を捨てずにソース入れたことあります。それ誰しもが一回やるやつじゃない？でも私ないんだよ、やったこと。へへ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 へ。アクスタおじさん、おじさんではないよ。じゃないんかい。昨日のパチドラ2時で入りますね。じゃあ散歩時期が予測できなく楽しみすぎます。いやそれ見たことあるポジションやったらちょっと気まずいやつ。アクスタお兄さん、え、推しメンがさ卒業したわけではなくさ、推し編した人とかってさ、その時に買ってたグッズとかってどうすんの？捨てるの？売るの？譲るの？箱に入れて放置。取り出せないけど取ってるわ。取ってあるの、取ってあるんだ。全ポジ見たからどこでも楽しい。それはありがたい。うん、保管してるんだ。あ、アゲロハもいたわ。例えばさ、別にその子が悪かったわけじゃないけど、新しい子の方が好きになっちゃったみたいな感じだったらまだなんかわかるけどさ、その子のことが本当に嫌いになった場合ってどうするんだろうね。なんか毎回暴言しか吐かれない握手会でとかさなっちゃん、インスタかわいすぎ。ありがとうございます。卒業は違う、あ、卒業とかじゃなく、もう在籍してるけど推薦したみたいな。全部は言い方悪いけど、ちょっとこう写真がネットにね、週刊誌系に撮られて、もう本当に裏切られた、もう嫌いになったみたいな場合もどうするんだろうなみたいな。本当に嫌いな愚痴とかも、あ、売るね。うん、やっぱそれは売るか、売るか捨てるかするんだ。気持ち的にはいらない取ってはいたけど気持ち的にはいらないね。まあでもそうだよね、顔も見たくないとかなっちゃったら嫌だもんね。売るとかあげるとかの発想は出てこないと思う。あ、普段みんなにどう言ってるかによる。あ、どういうこと？売ってお金にしてすっきりしたい。いいね、現実的だね。いやいや、そういうの好きよ。なんか心から嫌いにならない限りすることはない。あ、はいはい。実際そんな子いない。いや、いなくてももしそうなったらどうなるんだろうなみたいな。売るは負けた感がある。マジ
サインとかなとって普通のグッズは捨てる。おーおーおーおお。顔見たくないほど嫌いになるの逆にすごい。まあね、よっぽどよっぽど本当に好きだったのが裏切られたみたいな感じになるとそこまでなんないよね。手元からなくしたい。失業した理由が結婚だと辛いみたいで、まあ、なかなかそんな例はないですけどね。一瞬なんとかになりかける。昔貧血になりすぎて売りたくなかったけどグッズ売ったら生き延びれたことある。よかったね、生き延びれて安心だわ。一瞬アンチになりかける。まあなってもいいとは思うけど書き込まなきゃいいんじゃない。そう、なんか好きだ、私が嫌なのは好きだったのになんか嫌いになった途端過去にされたちょっと冷たかった行動とかを書き込むやつ、私嫌いです。なんか例えばそういえばこいつなんか過去の握手会でなんかめっちゃひどい対応されたみたいな、突然手のひら返して悪口言い始めるの、それはちょっと嫌いかも。好きだった過去があるわけじゃないですか。なんかその好きだった過去中にあったことはその時は許せたのに今更なんか許せないって言い出すのはなんかちょっと嫌だ。悪い理由でアイドルやめたら、まあ、それはねしゃあないんじゃない。普段の言動イメージとやってることの差が大きいほど落胆する。まあ確かに。じゃあ私が全裸で外走ってもなんか何もなさそうだね。普段から全裸全裸ってなんかちょこちょこ配信で言ってるし。思わん？私が全裸で走ってるのを週刊誌に撮られてもさ、なんかみんな全然何のダメージもなそうだね。え？クリナそんなことする人だったの？アイドルとしての自覚なさすぎでしょとかなんかなんなそう、あんまり。なんか、あークリナちゃん全裸で走ってんだみたいな。寒くないかなとか思いそう、みんな。あーやっちゃったのねの感じ。ついにこいつ全裸で走り始めたのねみたいな。人としての自覚持って。確かにそれはそう、やめとくわ。私も一応ね恥ずかしいという感情ちょっとは持ってますんで、そこまでやべえやつだと思って。逆にね、みんな心配してくれるんだ、ありがとう。昔 DJ 社長が浮気してブランディングしてれば取られてもなんとかしないって言って、確かにと、まあ確かにそれはそうだよね。頭いいのか悪いのかよく分かんないけど、でも確かにそうだよね。ついにおかしくなったかと思って押してたことはそっとなかったことにする。うわひどいわ、ひどいわ。今まで私たちがこうやって配信で頑張ってきたのは何だったの？私がいつ全裸で外走ってもいいように配信で全裸っていう言葉を何回も言ってたの。この努力はどうなるの？何が起きたらそうなるの？もうむしゃくしゃしすぎて無理だーもうーっつってムカつくーって言って、週刊誌に撮られるぐらい、確かに貼られるぐらいになったら気をつけろ。貼られる前にじゃあ走るね。そんな予兆はありました。やばいやばい。コンサートで気になって配信見てるからこの話題大丈夫か。もうここで一旦ふるいにかけないと、やっぱ後々ね、後々知って後悔、押したことを後悔するぐらいならここで先にねこういう一面も見せてた方がいいかもしれない。そう、先に知ってないと後々ちょっとはなんかあハマったぜってなった時にこれを知ってえマジかよってなるぐらいなら
先にここで私の本性を見せておきます。私はこんなやつです。そう、それで残ったのがこのコメント欄のね人たち、この視聴者ですか。先に言って走ってた人を見たことはある。裸で。タカさん結婚してありがとうございます。無理です。メルコさんいいね、ありがとうございます。全裸で走る趣味がまだやったことはありません。ウリハマチさんいいね、ありがとうございます。現役オタまでが離れない。いやそうね、確かに。まあでも割と古いにかけてかけてかけまくった人たちですから、純度高いよ。ろ過、ろ過したらろ過。ウリハマチさんいいね、ありがとうございます。ろ過した俺ら不純物、違う違う、ろ過してこう綺麗になって出てきたのがあなたたちです。お水をこう土とかね砂利とかのこうあれに入れてこう出てきた綺麗な水があなたたちです。安心してください。その途中であの止まった人たちじゃなくて最後までしっかり落ちてきたお水があなたたちなんですから。そう、皆さんは綺麗なお水なのです。わかりました。あなたたちは綺麗なお水なのです。ろ過された綺麗な綺麗なお水なのです。さあ私についてきなさい。お水じゃなく、そう、お水、お水です。普通のお水。響かない、なんでだよ響け響け、ちゃんと。くれない 100% の純、そう、もう純粋な皆様ですから。何を買わされるのか。お水売ろうかな、リナの水つって。皆様これを飲むのです。そうすることによりさらに凝縮されリナ愛が高まった人間となれるのです。さあお飲みなさい。水素の音、なんでいいやん。リナ、リナお水安いよ、90円ぐらいで売るよ、お水。タワー投げるとしよう。タワーを投げると素晴らしい幸福が待っているのですよ。神崎正和さん、かわいい、ありがとうございます。わあ、水素の音。何が含まれてるのかしら。水素、水素入れる、水素。安いと逆に安い、確かに。のどかさん、うまい、ありがとうございます。なんか安くてもさ怪しいってもう怖いよね、逆に。この世の中本当に聞くんですか。聞きます。え、でもなんか聞くって言っちゃダメらしいね。なんかなんていうの、お薬でも聞くって言っていいのかな。なんか絶対に聞きますとかそういうのってあんま言っちゃダメらしいね。そう、売るときに。だ、絶対とは言わないです。聞くか、そう、信じるものは信じるものには聞きます。老いたて水もいますしね、なんからしいね、場所によると思うけど。
個人の感下に米印って書いとこう。ね、らしいね、薬がダメって。なんか前それ聞いたことある。丸々が期待される。確かに頭いいな。なんか日本語ってすごい、なんかすごいあれだよね、使い勝手がいい。悪い時もあるけど使い勝手がいい時はマジでいいよね。逆にそれが他の人から見たら悪いっていう風に感じちゃうかもしれないですけど。ラジオで言ったらあかんで、言わん言わん。私太田サバの営業やってたから薬事法めっちゃ言われてた。あー、絶対にとか言っちゃダメってこと。スーパーで39円のジュース見ると大丈夫。スーパーで39円のジュース逆に見たことないんだけど。水の成分での効果、え、水の成分での効果なんて正直ありますか。ダイエットになるとかよくあるじゃん。例えばなんかこういっぱい飲むことによってこう体にこういう影響があってダイエットになりやすいですとかあるじゃん。水でそんなに変わるの。硬水軟水とかあるじゃないですか。とかなんかいろいろあるじゃん、そういうなんかなんていうの、なんかお水によってみたいな。私正直お水が好きじゃないので、冷たい水以外好きじゃないので、あんまりこうお水、この水飲んだらこうなるみたいな効果マジで1ミリも信じてないんですけど、あるの。最も健康な食べ物水だし多様なのそれ。全然わかんないの本当。水の効果って何みたいな。本当に酒の水飲んだことないわ。でも体の 60% 水分、確かにそう言われたらそうなんだよね。体の 60% をね良くしていったら大体良さそうだもんね。体 60% 水ってやばいね。私 60% 水なんだ。なんか普段悩んでることバカみたいになる。なんか 60% お前水じゃん、でもお前水じゃんってなるよね今なんでこんなことしてんだろうみたいなってもさ、いやでもお前水じゃんって言われても確かに水か、水だもんねってなるよねうわなんかポジティブになりそうでもお前水じゃんってめっちゃ良くない。失敗してもだって私水だもんって。私半分以上水だからしょうがなくないって。え、そうじゃない、失敗してもだってしょうがなくない、だって水なんだもん半分以上、しゃあないやん。なんか優しくなりそうじゃない人間みんな。あ、58分やばい。だってさ、なんか失敗し、他の人が失敗してもさ、いやでもあの人水だもんなみたいなランキングを見ます。13位すみさんありがとうございます。12位とみさんありがとうございます。11位しょんしょんさんありがとうございます。10位がおちゃんありがとうございます。9位ケロクニさんありがとうございます。8位はじしぬくさんありがとうございます。7位テンポニさんありがとうございます。6位のどかさんありがとうございます。5位としさんありがとうございます。4位てんだこちゃんありがとうございます。3位ゆんゆんさんありがとうございます。2位たかさんありがとうございます。1位たもちゃんありがとうございます。カラビさん100回目の本番ありがとうございます。だって水だもんねうちら。スミさん、ケロックニさん、エスプッチンさんありがとう、ありがとうございます。クッチさんお疲れありがとうございます。タカさん、チョックさんお疲れありがとうございます。まあみんな水だから明日もまあ頑張ろう。水にできることぐらいは頑張ろう。 HKT チャイツおじさん花束ありがとうございます。じゃあ水好きだよやめろそう言われると悲しいな。じゃあ皆さんおやすみなさい。バイバーイ。